どうも、高井です。事実で人の意見は変わらない。なぜなのか。正しい情報を提示したとしても、賢ければ賢い人ほど、その受け取った情報を独自解釈してしまう。これが将来的にどう不都合を生み出すのかってことをまとめてます。内容をこちらにまとめてますので、これから読み上げていきます。ぜひともこのままご視聴ください。よかったらグッドボタンお願いしますね。事実で人を説得できるのか、データでは力不足。あなたの脳は大抵の人の脳と同じように、情報から大きな喜びを得るようにプログラムされている。だからこそ私たちの心をこれほど湧き立たせるのだ。他人の考えを変えようとするとき、デジタル革命の到来は大変好都合なものに思われるかもしれない。幾多の実験や観察から得た全ての数字が、まさか人間は事実や数字やデータに動かされないことを示しているなんて、情報や論理を優先したアプローチは、意欲、恐怖、希望、欲望など、私たちの人間の中国にあるものをないがしろにしている。確立された意見を持っている人は、時に堅くなとして考えを譲らない。意見をぐらつかせるような科学的証拠を突きつけられたとしても、他人の強化の意見を変えるのにデータは力不足だからだ。賛成意見しか見えない。実験参加者の気候変動に対する意見を調査した。参加者はその回答をもとに、人為的な要因による気候変動を強く信じるグループと、そうでないグループとに分けられる。その後全員に気候科学者の予測によれば地球の平均気温が2100年まで約10度上昇すると伝え、彼ら自身にも2100年の気温上昇を予測してもらった。ここからが本番である。参加者の半分は著名な科学者たちがデータの見直しを行い、以前考えられていたよりもはるかにいい結果を数週間前に発表した。それによると気温上昇を約2から8度まで抑えられるらしいと告げられた。残り半分は著名な科学者たちがデータの見直しを行い、以前考えられたよりもはるかに悪い結果を数週間前に発表した。それによると約12から20度も気温が上昇するらしいと告げられた。その後、すべての参加者が自分の予測を立て直すよう求められた。彼らは専門家の判断を踏まえて予測を変えただろうか。人為的な気候変動をあまり信じないグループは、以前考えられたよりも状況が良くなったと明るいニュースに影響されたが、気がかりのニュースは一切影響を及ぼさなかった。気候変動を強く信じるグループは、状況がさらに悪化しているという科学者の考えには動かされたが、問題はさほど切迫していないという考えにはあまり影響されなかった。新しいデータを提供すると、自分の先入観を裏付ける証拠は即座に受け入れ、反対の証拠は冷ややかな目で評価する。この傾向は両極化の状況を生み出し、それは時を経て情報が増えるたびに広がっていく。Google はいつもあなたの味方。Google などの検索エンジンに調べたいキーワードを入力すると、あなたの過去の検索やウェブ履歴に基づいてカスタマイズされた検索結果が表示される。言い換えればあなたが民主党支持者で大統領候補者討論会の最新情報について調べようとすると、民主党支持者が民主党候補者の優勢を信じて書いた最新記事やブログが多く提示される。あなたが少数派でない限り大統領候補者討論会を検索すると、お気に入りの候補者を応援するサイトへのリンクが表示される。あなたのツイッターやフェイスブックのアカウントは、別の共和党支持者のアカウントと多く繋がっていると考えられるからだ。検索の考慮にあなたの位置を踏まえてくる。共和党支持者を多く住む州と民主党支持者を多く住むが決まっている傾向にあるから、あなたは地元ユーザーが頻繁に閲覧するウェブサイトのリンクへ行き着く。このプロセスは人を弱くする。テクノロジーによって生じる確証バイアスを最小限に食い止めるには、次のような行動が有効になる。自分の考えに合わせてカスタマイズされるのをできる限り抑えたければ、匿名ブラウジングを使うか、ブラウザに残った個人情報を削除し、履歴を無効にすることだ。また、登録しているソーシャルメディアのアカウントを更新して、常連以外とも繋がるようにする手もある。賢い人ほど情報を歪める。自分の意見を裏付けるデータばかりを求めてしまう傾向は、確証バイアスと呼ばれている。人間は持つバイアスの中でこれより強いものはあまりない。もしもあなたが自分のことを推論能力が長けていて、数量に関するデータの扱いを得意とする、極めて分析的な思考の持ち主だと考えているなら、お気の毒様。分析能力が高い人の方が、そうでない人よりも情報を積極的に歪みやすいことが判明しているのだ。アメリカ全土から集められた1111人の参加者がオンライン上で課題を行った。彼らの推量に関する能力や論理的思考を図るため、まずは1円の標準テストを行われた。その後、2種類のデータ群のうち1つが、新しい皮膚発信用クリームの効能についての研究結果と称して参加者に提示される。2つ目のデータ群はいくつかの都市での犯罪統計をまとめたものだ。参加者は次のような指示を受ける。ある市では公共の場において個人が銃を持ち歩く行為を禁止する法律の施行が検討されました。銃を携帯する人数が減ることで犯罪減少するか、それとも
法律に従う市民が凶悪が身を守りきれず犯罪が増加するか、市は判断しかねています。この問題に対処するため、調査員は各都市のグループ分けしました。一方は近年銃携帯の禁止令を定めた都市、もう一方は禁止令が制定されていない都市です。実際にはスキンクリームの銃規制にも全く同じデータが使われている。使用された数が銃の並びも全て同一だ。それなのに参加者は銃規制よりも新しいスキンクリームのデータとしての数字が提示された時の方が新しい分析を行った。それはなぜだろう。調査に参加した人たちは新しい国の効果には大した興味はないから、計算力を活かして注意深くデータを分析し、合理的に問題に取り組む。しかし多くの参加者は銃規制に対して熱い思いを持っており、その情熱が客観的なデータ分析を妨げてしまう。興味深いのは次である。数学に強かった分析的思考の持ち主は、銃規制が犯罪を減少させるかという問いに、最も正確に答えることはできなかったんだ。ルナティックな計画を承認させるには、同期するの、プリンストン大学の研究グループは人々に政治家の演説を聞かせ、その間の脳活動を MRI スキャナーで記録した。この実験で分かったのは力強い演説を聞いているとき、複数の聞き手の脳が歩調を合わせることだった。脳波を似通ったタイミングで上下し、まるで同期したかのように、脳の同じ領域を同じように活性化したり沈静化したりしたのだ。魅力ある演説が人々を引きつけるのは当然で、すべての聴衆が熱心に話を聞いていれば、脳のパターンも似てくるだろう。動機が認められたのは言葉と聴覚に深く関わる脳の領域だけではない。それは物事の関連付け、感情の生成や処理、そして他人への共感や同情に不可欠な領域で認められた。力強い演説は人々の関心を捉えただけではなく、各個人の性格や過去の経験を問わず、似通った反応を導き出した。感情という名の指揮者。脳がいつどのようになぜ動機するかを調べる最初の試みは、2004年にイスラエルのワイツマン研究所でマカロニウイルスさんを利用して行われた。MRI スキャナーに横たわる実験参加者に属有機のガンマンという西部経営側を見せ、クリント・イーストウッド、リーガン・クリーフ、イーライ・ウォラックのアクションを彼らの脳活動を記録したのだ。全参加者の脳活動パターンを調べると、それはほぼ足並みを揃えていた。ところが映画を見ている間、個々の神経活動がオーケストラのようにとりわけぴったり揃う瞬間があった。そうした瞬間には脳のなんと 30% で動機が見られ、一人一人の脳反応を見分けるのは難しいほどだった。最初に参加者の脳が似通った反応を示したのは、映画の筋に思わぬ展開が起きた時だった。二度目は大規模な爆発を含む前、三度目と四度目は銃を発砲する場面、脳が一つになる傾向が強くなるのは、映画の中で感情をかき立てられる瞬間だった。不安を感じたり、びっくりしたり、高揚したりする場面に遭遇した時の脳の反応は、みんなとてもよく似ていた。カップリング。二人の人間が深く心を通わせた時に波長があると感じるのは、脳活動が同期した結果であり、理解しちゃった際にカップリングが起こるのではない。互いを理解するために備わった神経基盤なのだ。カップリングは恋愛相手に限られたものではない。MRI スキャナー内で他人の話を聞いている時にも起こり得る。次の実験ではプリンストン大学の学生たちの脳活動が記録された。彼らは装置に横たわったまま、ある若い女性が高校時代のプロの思い出を語っている音声を聞かされた。アナベルは話し始めた。プロについては誰でもみんな特別なエピソードを持ってると思うけど、でもちょっと聞いて。私はフロリダ州マイアミの高校に通ってた。まだ1年生で高校生活が始まったばかり。あれはもうすぐ12月だったから、高校生になって3ヶ月目くらいのことだった。チャールズって男の子にデートに誘われて、彼はイギリス人で3年生ですごく生きてて、でもちょっとシャイで、まあそんなことはどうでもいいんだけど、だから私は喜んで誘いを受けたの。ユーモアとサスペンスを交えながらアナベルの冒険探索。それは地上から水中まで及び、未熟な恋、拒絶、流血、アルコール、警察など、ベストセラーでなくてはならない要素に満ち溢れていた。実験に参加した男子学生の一人を仮にロナルドと呼ぼう。ロナルドのニューロン発火パターンを見ると、話を聞く彼の脳活動はアナベルの脳活動にすぐさま同期したことが分かった。このパターンは言語を処理する領域にとどまらず、広範囲の神経回路で見ることができた。しかし興味深いのはここからだ。しばらくするとロナルドの脳活動パターンがアナベルに先行し始める。聞いている脳は話し手が言おうとすることを予測して、今や話し手の脳を先導していた。ロナルドの脳は次の展開を予測し、それによってアナベルの話をより深く理解しているようだった。感情は動機に不可欠なわけではないが、その効果を高めてくれる。アナベルの感情を身体的に共有することで、ロナルドは話の筋道を追いやすくなり、その結果アナベルの目的や行動をより深く理解できるようになる。同じ視点に立てば、おのずと彼女の次の行動が見えてくるからだ。気持ちを一つに、影響を与え最も強力な方法の一つが感情を用いることだ。
アイディアを共有するには時間と認知的な努力を要することが多いが、感情の共有には時間も手間もかからない。他人の喜び、痛み、苦しみを感じる能力はどうやら持って生まれたものらしい。心理学者のウェンディ・メンデスらによってサンフランシスコで行った研究を例に考えてみよう。参加したのは母親と1歳の赤ちゃん69組だ。ここでは2組の親子、レイチェルと息子ロニー、スーザンと娘のサラに的を絞ることにする。研究室に到着したレイチェルとロニー、スーザンとサラは心臓を測定するためのセンサーを身に取り付けられた。これによって親子のストレス状態が記録される。この時点では誰もが穏やかで落ち着いていた。次に赤ちゃんが研究員と遊戯室で遊んでいる間、母親は自分の長所と短所についてスピーチするよう求められる。ところがレイチェルが威圧的な審査員たちの前でスピーチをしなければならないに対して、スーザンがスピーチをする部屋には誰もいない。審査員の面々は苛立っているでしきりに首を振ったりため息をついたりしている。この試練をこなしたレイチェルの発汗量や心拍数が上昇し、スーザンが生理的に安定していることをセンサーが示したのは意外ではない。そのストレスを受けたレイチェルはロニーと、リラックスしたスーザンサラと再会した。自分の母親がスピーチしているのを見たわけでもないのに、子供たちの生理状態を自らスピーチを行ったかのように急激な変化を見せた。ストレスを受けた母親と再会したロニーの1分間の心拍数は6拍増加し、リラックスした母親と再会したサラの心拍数は4拍減少した。彼らの生理状態は一番身近な人に同調したのだ。インターネットの応潮体。誰かの行動を直接見ていなくても、その感情が波紋のように伝播していることがある。それはソーシャルメディアの投稿だ。Facebook 研究チームによると、人が抱き合っている画像など、ポジティブな投稿を多く見たユーザーは、自分でも肯定的な投稿をすることが増えたという。逆に飲食店のサービスへの不満など、ネガティブな投稿をたくさん見たユーザーは、否定的な投稿をする傾向が高まった。メッセージのポジティブさはネット上急速に伝播していくらしい。ただしこの実験は、Facebook の事前告知がないまま実施されたため、憤慨したユーザーらの不評を買った。2年後には別の研究グループは今度は Twitter を使って同じ主張を証明しようとした。Facebook 実験で生じた倫理問題を回避するため、彼らはユーザーのフィード操作することなく観察のみでした。この設定では、因果関係を伴う結論を導き出すのが不可能だ。とはいえ研究グループはユーザーが前向きなつぶやきを投稿する直前のタイムラインには、ネガティブなツイートよりもポジティブなツイートの方が 4% ほど多く、気が見るつぶやきを投稿する直前のタイムラインには、ネガティブなツイートはポジティブなツイートよりも 4% ほど多い可能性が高いという結論に至った。もしもあなたがツイッター熱心なユーザーだったご用心。ツイッターを利用することは日常生活によって最も感情を刺激する行為の一つだからだ。ツイッターは脈感受容症、発汗、動向拡大を促すことが研究で明らかになっている。単にウェブを閲覧している時に比べて、ツイートやリツイートする行為は、感情の高まりを示す可能活動の 75% 上昇させるという、ツイッターのタイムラインを読むだけでも 65% ほど上昇するそうだ。あなたは感情は自分の中で起こる私的なプロセスだと思っているのかもしれない。あなたは他人の気持ちに影響を与えるだけでなく、その行動にも影響を及ぼす。ある研究で学生のグループが協力して課題をこなすよう求められた。実験者側は学生たちに知られないよう、それぞれのグループに演技感制度を紛れ込ませ、上機嫌もしくは不機嫌に振る舞いを指示した。予想に高わず、演技感制度の機嫌は周囲の雰囲気を一変させた。それだけではない。雰囲気のみならず、行動にも影響が現れたのだ。上機嫌な生徒を負け込ませたグループは、協力し合うことが多いが、衝突は少なく優れたパフォーマンスを見せた。不機嫌な生徒を投入したグループは、課題の出来もずっと悪かった。快楽と動かし、恐怖で効率化せる。従業員は必ず手を洗いましょう。アメリカのバーやレストランでトイレに入ると、こんな注意書きをよく目にする。果たして従業員はこの指示を守っているのだろうか。アメリカ疾病予防管理センターはそれを解明するため、アメリカ各地のレストラン数百店舗に職員を派遣し、従業員の衛生状態について公開調査を行った。その結果、なんと 62% の従業員は手洗いを怠っていたことが分かった。医療機関で手指衛生が重視されている割合は 37.8% で、飲食店の 38% はわずかに上回られていたのだ。ミシガン州大学の研究によると、公衆トイレを使った後に適正な手洗いを実行する一般人の割合は、たったの 5% だったという。手洗いと電光掲示板。2008年ニューヨーク州の研究チームは大きな結果に着手した。彼らは病院内での手洗い率を大幅に上昇させるべく、2年の歳月で5万ドルの予算を投じた。研究の場所として選ばれたのはアメリカ北東部にある集中治療室だ。治療室にはもともと簡易なジェル状の手指消毒剤や洗面台が部屋ごとに備え付けられたり、医療スタッフが手洗いを忘れないよう至るところに注意書きが貼られていた。それでも準手術はびっくりするほど低かった。チームは数週間かけて様々な意見を交わした末に、21台の監視カメラを購入し、ICU 内の手指消毒剤と洗面台が映る場所に設置した。
そこからライブ映像はウェブ経由でインドへ送信される。インドでは20人の監視が24時間体制で医療スタッフの行動をモニタリングし、手洗い状況を評価するという計画だ。ベビーシッターなどを監視する隠しカメラと違うのは、医療スタッフがカメラの存在をはっきり意識している点だ。ところが衝撃的なことに、見られているのを知っていながらルールにかなう手洗いをしたスタッフは10人中たった1人だった。次なる作戦によって医療スタッフの行動に急激な変化が訪れることになる。研究者たちはスタッフが自分たちの行動をすぐにフィードバックできるよう各部屋に電光掲示板を設置した。これらの数値はスタッフの手洗い遵守率を表すので、その時間に働いているスタッフの何パーセントが手を洗っているか、一週間ではどれくらいの率になっているかなどが示される。そこで何が起こったか、なんと遵守率が 90% 近くまで上昇したんだ。二人の主催者、18世紀の偉大な博士家、ジェレビン・ベイ様の著作のうち、世の中に最も大きな影響を与えたものは次の一文が始まっている。自然は人類を苦痛と快楽という二人の主催者の支配のもとに置いてきた。我々は何をしなければならないかということを指示し、また我々は何をするであろうかということを決定するのは、ただ苦痛と快楽だけである。苦痛と快楽とは我々のするすべてのこと、我々の言うすべてのこと、我々の考えすべてのことについて我々は支配している。物質的な報酬や愛情、感謝、賞賛、希望など、様々な刺激や出来事が得られる快楽、またはポジティブな感情を私たちは繰り返し追い求める。同様に人間は肉体的、身体的苦痛を回避するようにできている。だから誰かに何かをしてもらいたいときに、報酬を約束したり、何かを失うぞと警告したりするのは何ら不思議なことではない。IC の電光掲示板が作れるようなこうした状況でよく使われ、脅しの代わりに、研究者たちが建設的な方法を選んだ点だ。医療スタッフに病気の感染を警告するのは、典型的な無知で作戦である。しかし研究チームが差し出したのは雨。つまり肯定的なフィードバックというご褒美だった。スタッフの一員が手を洗うたび、掲示板の数値が上がり、よくできましたなど、好意的なコメントが個別に表示される。フィードバックが即座に返ってくると、嬉しい気持ちになることは予測できるから、従業員がさもなければ時々サボっていたことを行うようになり、しばらくするとそれは習慣になる。人は同じ行動を長期にあたって続ける場合は多い。研究結果を見れば、望ましい行動を継続させるために、肯定的なフィードバックを永遠に繰り返し続ける必要はないという。即時の報酬は将来の罰よりも有効なことが多い。それはなぜかを知るために、まず、接近と回避の法則を学ぶ必要がある。接近の法則と回避の法則。1986年、心理学者ウェイン・ハーシュバーガーは、それを知るための独創的な実験を行った。接近と回避の法則を研究するため、ハーシュバーガーが生まれたばかりの鶏の赤ちゃんに目をつけた。孵化しても間もない小さい黄色いヒヨコは40羽彼の元に集められた。ヒヨコは1羽ずつ餌の入った容器を置かれた細長い杖を置かれる。容器を見るとすぐにそれに向かって動き出した。このように生を受けてまだ日が浅くても、食べ物を得るためにはそれに近づかなくてはならないことをヒヨコたちは承知しているらしい。ここでハーシュバーガーがちょっとしたトリックを施した。容器を2倍の速さで遠ざけたのだ。ヒヨコはぴょぴょぴょ歩く速度が速いほど栄養源も素早く逃げていく。美味しいご飯を手に入れるためにヒヨコが学ばなくてはならなかったのは、何かが欲しければ離れるというルールだ。どんなに空腹でこのからくりを解く動機に満ちていても、ヒヨコは目的に向かうという本能に打ち勝つことはできなかった。問題は新しい方法はヒヨコの脳が対処できる環境に反していた点である。いくら機会を与えられてもヒヨコたちは戦略に近づく強い傾向を克服することができなかった。進むべきか止まるべきか。研究は神経科学者で神経科医でもあり、現在スウェーデンのカロリンスカ研究所に席を置く、マルク・ギタルトマンシップを人に行われた。実験参加者の一人、エドワルドというの、定義の人と出た服装をした、教養あるノルウェー人だ。エドワルドはコンピューターの前に座り、指示通り指をスペースにそっと置く。作業は比較的単純だ。画面に4つのうち1つのイメージが映し出される。仮にクレーの絵、ピカソの絵、カデンスキーの絵、マンティスの絵だとしよう。クレーの絵を映ったら速やかにスペースキーを押せば、エドワルドは1ドルを得られる。これは行動したら報酬がもらえるパターンである。次にエドワルドはピカソの絵を見たら素早くキーを押すよう指示される。しかし今度は1ドルをもらうためではなく、1ドル失うのを避けるためである。行動したら被害を防げるパターンだ。エドワルドはこのルールを習得することができたが、参加者の 30% で失敗した。それだけではない。大多数の参加者と同じように、エドワルドも1ドルを得るためにキーを押すり、1ドル失うのを避けるためにキーを押す方が遅かった。それどころか、キーを押し間違える可能性も高くなった。人は悪いことよりも良いことを予測した方の方が行動を起こす可能性が高くなるというわけだ。権限を与えて人を動かす。納税はなぜ苦痛なのか。コントロールすることと影響を与えることは密接に関連している。誰かの信念や行動に変化を与えるとき、あなたはある程度その人のコントロールを許している。逆に影響を及ぼされるとき、あなたは相手のコントロールを許している。
他人に影響を与えるためには、コントロールしたという衝動を抑え込み、相手が主体性を必要としているのを理解することだ。人は自分の主体性を失うと思ったら抵抗するし、主体性はつまらないと考えたら、その経験を受け入れ、報酬とみなすものだからだ。この原理をとてもわかりやすく示したのは税金だ。税金を納めるというのは、正直の嬉しい行為ではない。実際この癖悪をすっかり回避してしまうと考える人もいる。アメリカにおける年間脱税額は4580億ドルにも上るんだ。しかもこの数字には、合法的に税制の抜け穴を利用する人々の手に落ちる額は含まれていない。税金として収入から相当額が差し引かれるわけだが、人が税金を得る理由はそれだけではない。税金が他の指数でも耐え難いのは、そこに選択の余地がないからだ。人々が主体性を取り持ったら、税金が支払う率も上がるのだろうか。それを検証するために、3人の研究者は実験を行った。彼らはハーバード大学の研究室に学生たちを招き、様々なインテリアの写真を評価してもらった。報酬として10ドルもらえることになっていたが、学生は研究室でそのうち3ドルを支払うよう要求される。3ドルは、封筒に入れ、退出前に研究者に手渡さなくてはならない。学生たちにとっては残念な提案である。これを準備したのは半数に過ぎず、残りの半数は封筒に何も入れないから要求よりも低い額を入れた。この実験ではもう一つのグループが用意されていた。そちらの学生たちには支払った研究所の使い道を主任研究員に提案できると伝えた。すると驚いたことに単に意思表示の機会を与えただけで、準死率が約 50% から 70% 上昇したのだ。皮肉に感じるかもしれないが、他人の行動を変えたければコントロール感を与えるべきだ。選択肢を与えられたら、たとえそや家庭の話でもコントロール感を増大し、それによって人々の意欲が高まるんだ。選ぶことを選ぶ。人間は選択する以前報酬と捉え、選択肢を与えられたら選ぶことを選ぶのだ。でも複雑で骨のような問題に遭遇したら決断を望まないこともある。例えば選択肢を与えすぎると人は圧倒されて何も選べなくなる。これはシーダー・アイ・エンガーとマーク・レッパーの有名なジャムの研究で実証された。高級ジャムの種類が20以上ある時よりも6種類しかない時の方が購入される確率が高いことを発見した。選択肢があるのは素晴らしいことだが、あまりに多いと人は呆気に取られて、店を手ぶらで去ってしまうのだという。多数の選択肢から選ばせたいときは、20種類のジャムをただずらりと陳列する代わりに、フレーバーごとに分けてみる。これで客はひとまず、ストロベリー、アプリコット、ブルーベリー、マーマレード、ラズベリーの5種類か1つを選べばいい。フレーバーが決まった次は異なる4つのブランドから、好きなアプリコットジャムを選ぶ。こうすれば選択のプロセスが簡素化されて、無理なく選ぶことができる。選択の代価。自分で選べばコントロール感が生まれるが、誰かに選んでもらうと不安を覚えるというように、コントロールを放棄するのに心理的コストがかかるなら、人はそれを維持するため、意識的にお金をもらえるチャンスを逃すだろうか。その答えを出すために実験を行った。参加者にセーフピッキングゲームをしてもらった。コンピューター画面に映る2つの方のうち1つを選んでもらい、当たればお金がもらえるというものだ。参加者にしばらくの間練習させ、どれくらい上手に正しい方を選ぶことができるか、感覚を覚えさせた。参加者に気づかれないようゲームもそうだし、当たりを選ぶ確率がちょうど 50% になりました。練習後にどれくらいうまくできたか自己評価させると、全体的に参加者たちは自分の能力をわずかに過大評価し、標準を上回る確率で当たったと答えた。もちろん個人差は低く、80% の確率で正しい方を選んだと信じる人もいれば、20% しか当たらなかったと答える弱気の人もいた。さて、各自はセーフピッキングの出来を実感できたところで、彼らには専門家を雇う機会を与えた。いい方を当てる確率はその専門家によって違い、彼らの手助けで参加者が正しい方を選ぶことに成功したら、わずかに手数料が徴収される。90% の確率で正しい方を選ぶ専門家だと10ペンス請求され、75% 成功する専門家だと5ペンス請求される。成功率と手数料は参加者にすべてオープンにしてあるので、ちょっと計算すれば、専門家を雇う価値がどれくらいあるか大体算段できたはずだ。シェイピックという言葉をストップピックに変えて、このゲームはどれだけ現実世界における財政上の決断に似ているか見てみよう。EFT やインデックスファンドを選んだ場合、低いコストがかかるが、確率的には若干有利になる。実験設定で2回に1回専門家が決断になれば、最も高い価格が獲得できるようになっていたのに、参加者は3回に1回ほどしか選択権を得られなかった。彼らは選ぶことを選び、その結果損をしたのだ。自信過剰考慮にいたとしても、自分で選ぶことを決めた割合はまだ高い。興味深いのは参加者たちが自分の行動を認識していた点だ。委託するのが少なかった人はそれは分かっていたし、最適な委託をした人にもその自覚があった。相手が本当に知りたがっていること。いい知らせ、悪い知らせ。人間は報酬を得たり、苦痛を避けたりすることに意欲的だ。しかしそれだけでなく、これから訪れる報酬や苦痛を信じることにも意欲を燃やす。ある実験で猿に対してくじ引きゲームを行った。コンピュータ画面に毎回2つの動画が現れる。
ドアの向こう側に必ず賞金があり、それは比較的高額なものから小額なものはいろいろだ。赤いドアは青いドアよりもいつも上等で、光り輝く赤いドアの後ろには、青いドアよりも多くの賞金が置かれている。コンピューターがどちらかのドアを無作為に選び、参加者は後ろの賞金を手にすることができる。さて、コンピューターが選択を行う前に、参加者に2つのうち1つ覗く許可を与えると、彼らは赤いドアを覗いただろうか、それとも青いドアを覗いただろうか。その決断は一切結果に影響を及ぼさないのに、参加者は青いドアよりも赤いドアを開けることを繰り返し選んだ。最悪のシナリオよりも最良のシナリオを知りたかったのだ。これは情報が平等ではないことも物語っているのだろうか。もしかしたら私たちの脳は情報が自分を嬉しくさせるか悲しくさせるかを予期した上で、それに従って情報の価値を異なる形で認識しているのかもしれない。今回の実験では人間の脳活動を脳スキャナーで記録する。細長いチューブ型の脳スキャナーに入りくじ引きゲームをする。ゲームは2つのパートに分かれている。半分は勝ちゲームでくじを引くたび1ドル当たるかもしくは何も当たらない。残り半分は負けゲームでくじを引くたび1ドルしたいか何も知らない。そして毎回くじを始める前にその回の結果を知りたいかどうか質問する。どの回の結果を聞いてどの回の結果を聞かなかったにかかわらず、実験の最後にはトータルした金額をもらえる。くじ引きの実験ではゲームごとに確率を表示した。すると勝つ確率が高いほど参加者は結果を知りたがり、負ける確率が高いほど知りたがらなかった。知らずに言うことの代償。人間はすぐに真実から身を守るために現実から目をそらすことがあるが、それは果たして効果的なのだろうか。1972年、カリフォルニア大学バークレー校の研究室で、心理学者ジェームズ・アビエルとミリアム・ローゼンはこの問題を追求しようと試みた。二人は大学の入試録から男子学生を無作為に選び、電話をかけた。実験の協力者を探しているのですが、参加していただけませんか？実験では電気ショックを受けることになり、時給2ドルを支払いします。アビリューとローゼンは80名の学生の同意を得た。実験が行われる日、バークレー校の研究室で集まった男子学生たちは、木製の椅子に腰掛けるよう指示された。研究員は一人一人の右足首に、皮膚の電気抵抗を下げるためのクリームを次々塗っていく。その後、足首にアルミニウム電極を取り付けられた。電極からは時折、1秒間に及ぶ電気ショックが発生するようになっている。学生たちはヘッドホンを与えられ、二つのチャンネルのうち一つを聞くことができた。チャンネルは自由に切り替えることができる。一つ目は音楽チャンネルで、ステレオ型のテープレコーダーを通じて環境音が聞こえてくる。もう一つは情報チャンネルで、電気ショックが流れる数秒前に明確な警報が聞こえるほかは無音である。警報が鳴ったらすぐにボタンを押せば、参加者は電気ショックを完全に回避することができる。さて、学生たちは音楽チャンネルと情報チャンネルどちらを選択しただろう。電気ショックを避けるため全員が情報チャンネルを選んだとあなたは思うかもしれない。警報系は電気ショックを避けることができるのに、およそ4人に1人が情報チャンネルを無視したのだ。そしてこの人たちは電気ショックを肌に直接受けることに何もかかわらず、音楽で気を紛らわせることを選んだ。音の前に心を埋めようとした参加者は、迫り来る痛みがもたらす不安から逃げることができなかった。ショックがいつ来るか分かっていて、それをコントロールできならば、知らんぷりを決め込むよりはマシだということだ。ストレスは判断にどんな影響を与えるのか、プレッシャーを招く悲観主義。ストレスは心機能、消化器系、免疫系、そして生殖器に大きな影響を与えるが、脳にも同様に変化をもたらす。考え方、決断の仕方、振る舞いの言い方が、一瞬のうちに変わってしまうか、周囲からの影響の受け方まで変わってくるんだ。ストレスは情報による影響の言い方をどのように変えるのか、疑問を解くための実験を考案した。参加者が日常的に遭遇しそうなストレスの多い状況を作り出すことにした。実験の参加者になったつもりで聞いてほしい。あなたはちょっとした小遣い稼ぎのために実験協力者として研究室を訪れた。同意書にサインした後、唾液を提供するよう求める。変な様子だと思ったあなたは、このプラスチック容器の中に唾を吐かなきゃいけないのはなぜですかと質問するかもしれない。そしたら、唾液から実験前のあなたの体内ストレスホルモンのコレステロールがどれぐらいあるか測定することができるんですよと答えるだろう。これをベースライン測定と呼ぶ。次に簡単なアンケートに記入する。これで現在の不安レベルを評価する。そしてもう一つの生理的なストレス測定法として、あなたのベースライン時の皮膚電気伝導水準が記録される。この時点であなたはまだリラックスしているだろう。その後、実験手順の説明がある。まずパソコンを使って簡単な調査を行います。30分くらいで済むと思います。何の問題もないとかあなたは感じるだろう。だが説明はまだ続く。それが終わったらテーマが書かれた紙が渡されます。そのテーマに沿って30人くらいのグループまで5分間スピーチをしてください。準備する時間はありません。スピーチの様子は撮影されて他の人を見ることができるようになります。
一連説明を受けた時点でストレスが生じるかどうか確認するため、唾液分析のための小さな容器に唾を吐き出すようあなたに依頼する。SCL 記録と不安レベルを測るアンケートの記入も行われた。実験でもう一つのグループ、対象群を用意していた。こちらの参加者には課題が終わった後、提示したテーマに沿って短いエッセイを書いてもらうことにして、その際エッセイは評価を受けるわけでも他人に読まれるわけでもないので何も気にする必要はないと伝えた。参加者の半分は不安を抱き、半分が落ち着いている状態で調査が始まる。強盗、交通事故、骨折など将来起こり不快な出来事の数々を提示して、それは何パーセントくらいの確率で自分の身に降りかかると思うか参加者に答えてもらった。その後自分の住む地域でそれらの出来事が起こる確率について情報を提供した。最後にもう一度自分が何パーセントくらいの確率でそれらの出来事を経験すると思うか質問した。そこで分かったのはストレス下ではリラックスしている時よりもずっとネガティブな情報と言える傾向が強いということだった。弱小チームはなぜ安全策を取るのか。ストレスへの反応をつぶさに観察することのできる特別な環境の一つが競技場である。競技スポーツは脅威にさらされた人間の行動を観察するまたとない機会を与えてくれる。対戦相手におじけづいた選手はどのような反応を示すだろう。時は2007年、場所はカリフォルニア州バークレー。カリフォルニア大学ゴールデンベアーズの元監督ジェフ・テッド・フォードの体内にリープする。ベアーズは連勝の波に乗っていた。カレッジフットボールシーズンが開幕した最初の月に5連勝し、コバークレーでオレゴン州立大学と対戦する10月13日のホームカミングゲームまでには、開幕12位だったランキングは全米2位まで上昇していた。1951年以来最高のランクを獲得したチームに、スタジアムに6万4000のファンが声援を送る。選手たちは歓喜に満ちている。今日のゲームに勝てば、首位を奪取することができる。半世紀もの間、成し遂げられなかった偉業だ。しかし、運は尽きようとしていた。オレゴンダックスと対戦する2週間前に、ゴールデンベアーズのクォーターバック、ネイト・ロングシェアが足首を負傷した。テッド・フォード監督がロングシェアを起用しない決断をしたのはキックオフの数分前だった。代わりに出場したのが、経験の浅い、控えのクォーターバック、ケイン・ライリーだ。この決断を皮切りに、ベアーズの穏やかだが着実な衰退が始まる。接戦の接戦や土壇場を迎えた。残り時間14秒のサードダウン。ボールを持つケビン・ライリーは厳しい背中を迫られ、スパイクを実行してフィールドゴールを決め、延長戦へ持ち込むか、もしくはボールを保持したままエンドゾーンに突進するか、とっさの判断が必要となった。時計を見て、あと14秒。残っていることは分かっていました。グリーンのフィールドが見えて、敵をうまく避けると確信したんです。フットボール選手としては本能で動いていただけで、ゲームを止めたくなかった。ライリーはエンドゾーンに到達できず、最終的にベアーズは重要な試合を落としてしまう。テッド・フォード監督が持っていたクリップボードを地面叩きつけた。この時からベアーズのシーズン成績が急転換する。テッド・フォード監督と選手たちの方には、たちまちプレッシャーがのしかかる。ベアーズは続く6試合のうち5試合に敗戦し、1敗するごとにストレスが高まった。ランキングは2位から9位、そして20位へ下がり、シーズンの終わりにはランクが今で転落した。テッド・フォード監督は無断で肩にはまった作戦を取り続け、格上の相手にベアーズは絶対勝てなくなった。ベアーズが泣き始めるとおじけづくようになったのが、テッド・フォード安全策を取るようになった。しかし彼は例外ではない。チームを泣き始めるとリスクを最小限にしようとする。弱いチームは実力で勝つ見込みはほとんどない。だから彼らに必要なのは、相手に勝機を与えてチャンスを広げることだ。一か八か攻撃に投げてみて、望んだ目が出ることを願うのみ。うまくいかないかもしれないし、コテンパンにやられてしまうかもしれない。しかしやってみなければ、勝つ見込みは着実に低いままだ。赤ちゃんはスマホを好き。生まれた日から始まる社会的学習。小さな子供は一台の電子機器に夢中になっている。iPhone を選んだのは、両親がいつも興味深そうにいじっているのを生まれたその日から見てきたからだ。iPhone に対する愛着は脳の働きについて重要なことを教えてくれる。それは人は生まれながらにして、周囲の人々から学ぶ性質を身につけているということだ。この傾向は自然に備わった反射的なもので、社会的学習への強い欲求を表している。模倣し、吸収し、採用するという一連の作業を私たちは意識せず行うことが多い。メルロを注文する奴がいたら俺は帰る。2004年に公開された映画、サイドフェイの中で、ワイン2の主人公マイルスはカリフォルニア州サンタバーバラ郡のワイナリーを巡り歩く。ポール・ジアマッティ演ずるマイルスは貴族ローンバツイチ男、結婚間近に控えた友人ジャックの独身最後の旅に同行する。メルローを注文する奴がいたら俺は帰る。メルローなんて俺は死んでも飲まないぞ。この映画が封切られると、サンタバーバラのワインの売り上げが飛躍的に上昇したが、映画の中でマイルスが吐いたその一言が、その後10年以上に及ぶメルローの売り上げにダメージをもたらした。その影響は未だに解消されていない。ある実験で研究室に約100名の参加者が訪れた。彼らはその日何も食べていない。
油っこいイングリッシュブレックファストも、中毒気味のコーヒーも、軽めの昼食も、すべて我慢した腹ペコの参加者たちだ。まずこの時点で、ベークドビーンズ、リンゴ、わさび豆など、80種類の食品について評価してもらう。その後、自分で選んだものが、実験後に食べられるかもしれないと伝え、同じ食品が複数選択してもらう。さらに、その選択する直前には、以前実験に参加した人々がどんな食べ物を選んだのか提示した。調査が終わった後、参加者に、他の人々の選択が自分の食品選択に影響を及ぼしたと思うかどうか質問した。ある学生はこのように答えた。なるほどと思ったし、他の人が選んだものにびっくりしたりもしたけど、私の好みは変わらなかった。まだ。それはその人たちのチョイスであって、僕の選択には全く影響しないよ、と反論する人もいた。実験に参加してくれた大多数と同じように、この二人も完全に間違っていた。一人目の女性の場合、他の人が選んでいたことがわかると、最初は全く好きではないと答えていた食品を 20% 割合で選択したことがわかった。彼女が選択した食品の5つに1つはもともと特に食べたくなかったもので、それは社会的学習による変化だと言っていい。Amazon レビューを操作する。コメントを操作して最初に高評価のレビューを掲載すると、それに続く好意的なレビューの数は通常より 32% 多くなり、実験終了時の総合評価はなんと 25% も上昇した。つまりレストランや書籍に対する平均的な評価と素晴らしい評価の違いは、たまたま最初にログインして投稿したユーザーに起因することもあるということだ。みんなの意見は本当にすごい。ハリーポッターと賢者の石は、獣医の出版社の獣医の編集者に断られた挙句、最初の原稿持ち込みから1年後にようやく出版にこぎつけた。ブルームスベリー社の編集者バリー・カニンガムが、J.K. ローリング前払いで支払った原稿料はわずか2500ポンドだったという。決断下す際、カニンガムが他社の編集者と違ったのは、よそとは一風異なる熱心な読書家、アリス・ニュートンからの貴重なアドバイスを得た点だ。アリサはブルームスベリー社の社長、ナイジェル・ニュートンの娘で、当時8歳だった。娘に読ませるため、ニュートン社長はハリー・ポッター第一章の原稿を持ち帰った。アリサはすぐさまその物語に引き付けられ、むさぼるように原稿を読み、熱続きを願った。社長は原稿を渡した後、1時間後に、アリサが頬を紅潮させて部屋から降りてきたのを思い出す。パパ、こんな面白い本になるの初めて。こうしたリスは J.K. ローリング将来を決定づけた。貧しいシングルマザーから億万長者へと姿を変え、世界中の子供たちが目を輝かせる物語を次々と生み出しているのは有名な話だ。我が道を行くことの難しさ。ローリングの原稿に敏腕編集者たちが異議を唱え、ハリーポッターキャッカーと声を揃えるのを聞いていたら、アリスが何が違うことを言って、ハリーのために立ち上がる見込みはどれくらいあるだろう。自分の直感を信じつけることができる可能性はとても低いはずだ。研究によれば、完全な意見の一致を前にした時に違った見解を表明できる個人は 30% しかいないことが分かっている。個人の中の賢い群衆。個人の心の中にいる賢い群衆を利用するという概念は、心理学者のエドワード・ウルーとハドールド・パシュラーによって示された。ウルーとパシュラーはオンライン実験を行い、428人に次のトリビアな質問をした。1、アメリカ合衆国の面積が太平洋何パーセントか。2、中国、インド、EU 諸国の人口を合わせると世界人口の何パーセントになるか。3、世界の空港の何パーセントがアメリカになるか。4、世界の道路の何パーセントがインドになるか。5、アメリカよりも出生率が高い国は世界の何パーセントか。6、中国、アメリカ、EU 諸国の電話回線を合わせると世界の何パーセントか。7、サウジアラビア自国で産出した石油の何パーセント消費しているか。8、アメリカよりも平均寿命が長い国は世界の何パーセントか。数分後、もしくは3週間後、同じ参加者に全く同じ問題を解いてもらった。終わったら、各回答の総合誤差を算出し、1度目と2度目、それぞれの誤差の平均を出す。さらに、1度目と2度目の総合誤差を平均すると、外出どちらか一方の回だけの総合誤差より小さいことをウルート柱は見出した。あなたが同じ質問に2度答えた場合、それを平均した回答は1度目よりも平均して 6.5% の正確さを増し、さらに3週間が置いた場合、正確さは約 16.5% 上昇した。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。